3番の浅井がこのまま先行策になるんでしょうか。しかしジャンカラは1番の深谷、深谷がかましていく、後ろには誰もいなくなった。3番浅井が先行、3番手から7番の新田も合わせていく。残りは1周、1番深谷ももがいていますが、先に7番の新田がまくった。2番の渡辺、さらには4番の成田、その後ろに9番の金子、4人目で続いている。内側を作ってきたのが5番の四季を、最後の直線に入る7番の新田。2番手の位置からは和成の追い込み、渡辺和成。豪脚発揮、平塚。